アウトですから、お尻をちょっと高くして、腰を伸ばして、肩の力を抜いて、で、まあ、手は、前の仏像、お釈迦さんですが、座禅してるスタイルで、まあ、どちらでもいいです。こう、手を組む、こういう形で、こう、乗せる感じですね。まあ、形はね、どちらでもいいんでしょうけども、右、左、どちらでも構いません。で、顎を引いて、で、優しい眼差しで、頭をぐーっとこう天井につくような感じですね。反りすぎず、前にもかがめず、で、左右、前後、こう体がまっすぐになってるかどうか、自分で意識して、で、呼吸が自然にゆったりとした呼吸ができる姿勢を保ってほしいんです。こうすると、だんだん呼吸が浅くなりますし、こうすると苦しくなりますし、傾いてくると、やっぱり歪みが出てきますから、まあ一朝一夕にできませんけども、できるだけ座禅の時には、一番自分の楽な姿勢で、そしてゆったりとした深い呼吸ができるような、そういう姿勢を保ちます。肩に力を入れずにですね、鼻の穴とおへそがこう垂直になるような感じです。前にかがまない。で、こう耳たぶがこう肩にきちっとこう降りているような感じですね、気持ちは。目をつぶらない。そして何も考えない。考えないと言ったらまた考えてしまいますので、すーっとこう呼吸に集中した方がいいです。一つから十まで、まあ、心の中で、数えていきます。吐く息を長くする。一で、通で吸うような感じですね。まあ、8分目、2分目、あれ、7分目、3分目といういろんな表現をする先生いますが、まあ、吐く息を長くするでしょう。で、あとゆったりとした呼吸で全身に、の毛穴からこう入ってくるような感じ。で、2つ、3つ、4つと。まあ、油断しますといらんことまた考えがよぎってきます。その時に、あ、ダメダメと。まあ、集中するということで、座禅の時は、座禅になりきれるかどうか。今ここの私が、お寺に来て、いらんことを考える必要ない。気持ちはあちこちに飛んでいきますけども、気持ちをどっしりと小座布団の上に 手のひらの上に乗せてしまうぐらいの気持ちで、さあ。で、10まで数えたらまた、まず短い座禅です。20分ほどですから、できるだけ自分に正直に、自分に嘘をつけずに、つかずに、自分を騙さないで、正直な自分というものを実践してください。まず呼吸、ゆったりでしょう。呼吸からお願いします。